今回はサバイの高級メガネテイラーウィズリスペクトの工場に密着。こんにちは、テイラーウィズリスペクトライナーのマキです。今回は、テイラーウィズリスペクトの人気のモデルがどのようにして作られているかを工場の中を見て、皆さんに案内したいと思います。やってきたのはマックスさん、こちらは金型部品を製造している工場です。では早速行ってみましょう。今日はいろいろご説明とか見せていただくのは株式会社マックスの社長の陽明さん、今日は陽明さんにも、ご案内をしていただこうと思います。今日は、どんなメガネの作り方を教えてもらえるんでしょうか。ドークというモデルを、作っているメガネをご紹介したいと思います。昭和のメガネっぽい昔のお父さんとかおっちゃんがかけてたような、メガネからインスピレーションを受けまして、デザインしたモデルになります。素材は何なの？素材はですね、ブローと言われているところはアセテートになりますね。他のフレームですね、全てチタン製で、鎧もチタン製で、唯一ここの、テンプルですね、バネが出るところだけ、ベータチタンっていうものを使っています。マックスさんではどのようなパーツを作ったりしてるんでしょうか。はい、一部なんですけど、こちらの方にフロントとか、鎧とか置いてるんですけど、これはチタンになってます。はい、あ、チタンの板ですか。分厚いチタンの板がどうなっていくんですか。はい、厚いチタンの板をポーンと抜くんですか。そうですね、まずこれは抜き型と呼ばれる金型で、抜いた板を抜いていったものになってます。はい、からここまでがプレスをしていった段階なんですけど、一気に潰しちゃうと金型とかにも蓋がかかっちゃうので、ちょっとずつこう何段階かに分けてプレスしていくっていう工程を踏んでいます。プレス加工でそこまでフロントの形を作っていくわけですよね。そうです、パーツが一体成形というか、だから頑丈で壊れにくいし、ロールでもないってことですね。そうです、じゃあ工場に行ってみましょう。この部品は何ですか。はい、これは今回のフォークで使っている金型ひしぎになってます。これどういう仕組みで使うの。これがフロントパーツのプレート用の金型になってます。ここは部品をプレスする工程のあってます。これプレス機ですね。この300トンプレスでロークのフロントはプレスすることになります。で、このプレス工場は先ほどいろんなフロントで形変えては何回もやる。そうです、何工程もかけてちょっとずつ形状を作っていくことになってます。で、こちらはプレスが終わった部品を切削加工、削りで形状を出す工程になってます。この状態からこの状態に削ってます。電子制御でプログラムに沿ってこういう切削の油をかけながら刃物で削っていきます。一気に台形の加工で穴開けとか結構複数の工程してまして、7分から8分くらいかけてやっています。はい、これは1回の工程だけで全てをやっちゃうんで、まず精度が格段に上がります。これすごいです。ちょうどドークのフロントの磨きを、やっていただいているので、それを、伝えていただきましょう。これはどういうやり方でやるんですか。バフルの加工っていう回転するところに研磨台をつけて、こう手で突入させて磨いていく。あ、手で磨くんですか。はい、続いてはこのドークのこの S ラインの、元々はこういった丸棒で全然作られてます。テンプルの元材料、プレス前の材料になっているんですけど、スエージングっていう機械で細いところと太いところを作った上でプレス作業に入っていきます。これもプレスでだんだんじゃあテンプルの形状に近づけるって感じですね。はい、そうです。はい、一気にズドンと一緒な太さでプレスしちゃいますと、特に腕とかこうバネ性が必要な部品になってくるんで、バネ線も出したりするのにプレスして熱加工っていう、そういうのを入れたり。ここはどういった部屋ですか。で、この部屋はいわゆる柄加工、砥石と一緒に部品を一緒にぐるぐる回して全体的な研磨作業をする部屋になってます。これはもう
出来上がったテンプルの部品になってます。独特なチタンの色をしてますね、はい、うん、続いては鎧、ここですね、この部分なんですけど、はい、これもこういう洗剤から、あ、そうですね、はい、ね、さっきのフロントと同じようにちょっとずつ潰していく形ですね、はい、鎧削り出してます。タイプってロース系が多かったんですけど、まあ、削り出しすることで取れない状態なんです、はい、ここは鎧パーツのタイプ部分の切削加工をしている工程になります。この状態からこの状態はい、最終の仕上げです。はい、もうパイプは仕上がってる状態まで削ってます。一度にこう削ってネジの山もそうです、削ったんですね、はい、すごい、はい、次はドークの、ノートパッドもオリジナルで作ってるんですけど、これも同じようにちょっとずつ潰していくという形です。ノーズパッドってここにネジでね止まるんですけど、はい、中にちょっと穴が開いてる部分があるんですけど、これ一体でやっちゃったの、はい、非常に素晴らしい。でマックスさんの技術力があってこそ実現したあれですよね。じゃあこの銅は主にこの4つのメタルパーツで構成されてるってことですね。そうですね。で、あそこまでしてようやく骨組みが出来上がるってことですね。本当の骨組みですね。まあこれからまた先結構な工程がありますんで、じゃあ、次の工場に行ってみましょう。はい、続いては、宮下オプトメイクさんにやってきました。オークのこのフローの部分ですね、こちらの方も磨いたりとか、あとは組み付けをしている、現場がありますので、そちらも、見せていただきましょう。今日はいろいろご説明とか見せていただくのは、まあ宮下オプトメイクの高木さんです、ね、高木です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、前回のマックサでなかったこのブローですね、ブローってこの眉毛の部分が、プラスチックなので、これは宮下オプトメイクさんが手配している、部品になります。アセテートのブローですね。そうですね、はい、プラスチックを加工するんですけど、もともとの材料っていうのがこれですね、板なんですね。板ですね、アセテートの板ですね。ドークにはこの板を使ってます。ちゃんと手前が黒で後ろが茶色のものですね。そうですね、ブローを作るときに材料を、まあ、こういった形でこう大きさを切っていきます。ちっちゃく切っていく、その短冊状にこう切ったところの中ですね、こういう感じでカットします。そうすると、まあ、これちょっと色が違いますけど、まずこういうものが出てきます。これこういう風な外を削るためのジグ上から押さえて、で外を削る、外を削ると真ん中で切り落とすとこれができる。そうですね。でこれをまたカットするとこういう形です。そうやってブローで作るんですね。私も初めて知りました。あとはあれですかね、実際現場で。そうですね、ここでは何をしてるんでしょうか。はい、ドークのこの部分、ブローを、パーツを磨く、工程があるんですけど、それを、こちらの方でやってます。高木さんは磨かれるんですか。そうですね、入ってきた状態ではちょっと小傷があったりツヤがない状態なんで、くっつける前の研磨の作業になります。高木さん、これなんかコツとかあるんですか。コツってごめんなさい、ないですね。なんかこうやって覚えろみたいな感じで、バフの回転もパトロをつける回数なんかも教えられることはないみたいな、やって覚えろみたいな感じで、大自分の感覚でこんな感じでっていうので手磨きですね。ここはどんな場所ですか。まあ、いわゆるバレル研磨っていう、工程の部屋です。メタルの表面を中のこう研磨剤と一緒に回して研磨していくっていう工程なんですけど、ここにテンプルを挟んでしっかり止めて、これを、機械にセットをして回していく。12時間から16時間ずっと回しっぱなし。これテイラーのテンプルと、あと鎧も付いてますね。あ、はい。ここは、まあ、いろんなところから宮下オプトメイクさんに入っていた部品を組み上げる作業になります。で今このところにはフロントとブローですね、あと鎧テンプルもバラバラになっているので、まあ、色と
まあ、ネジの色とかも間違わないように私が作った仕様書が、でそれを確認しながら、組み立てていく作業になります。パキさん、次はどういう工程でしょうか。はい、耳当てのところですね。はい、それを刺してお耳のところにかかるように曲げていただいて、あとはそのバランスですね、こうちゃんと左右同じ形になるように、調子取りとかいろいろそういう調整をしていただく最終の段階になります。はい、こちらで、道具の完成となります。いやー、お疲れ様でした。こんなにメガネ作るのって大変なんですね。いやー、本当に大変ですね。やっぱりメガネやっぱり一人では作れないものなので、すごく大事に皆さん思い入れて作っていただいているものなので、それをまあ皆さんにその魅力をしっかり伝えていきたいなって思いますね。作ってる側としても作りがいがあると言いますか、やっぱりこんだけねできたっていうと、あ、いいメガネだって、いい感じになったって喜んでもらえると、はい、すごく嬉しくて。皆さんの力で作られてるんですね、メガネ。そうですね、テイラーウィズリスペクトの由来にあるんですけども、まあ、テイラーっていうのは、まあ、そういった工場の方々に対して、まあ、リスペクトを持つっていうようなブランド、まさにですね、ブランドの名前の通りの、内容だと思います。チャンネル登録もぜひ。